糸島 PR 隊ラビッツの登場となります。この糸島 PR 隊ラビッツっていうのは、まあ日本ではご当地アイドルというふうに呼ばれておりまして、英語で言うとジャパニーズローカルサブカルチャーみたいなね、わかりますかね。まああんまりわからないと思いますけどね、糸島 PR 隊ラビッツは2011年に糸島市の誕生を記念して開かれました糸島市民祭りに合わせ、地元糸島の子供たちで作られた、まあ、糸島を PR する、グループとなっております。現在9名です。今日は私たちが大好きな糸島の自然の中で元気いっぱいの歌と踊りで楽しんでいただきたいというふうに思っているということです。20分のステージとなります。皆様お楽しみください。糸島 PR 隊ラビッツの皆さんです。どうぞ。今からラビッツのステージが始まるよ。みんな集合。せーの、 LAVE 糸島ラビッツ。
ぎちです。本日は第1回糸島海の祭典に出演させていただきありがとうございます。私たちラビッツは糸島の女性だけで結成し、いろんなイベントに出演し、糸島のいいところを PR しています。糸島の夏といえば海。皆さんもぜひ何度も足を運んでいただいて、糸島の夏を楽しんでもらいたいです。今日はこの暑さに負けないぐらい盛り上がっていきましょう。ここでメンバーの自己紹介をしたいと思います。高校1年生15歳さとみです。皆さん今日は盛り上がっていきます。ちょっとブレーカーが落ちまして、マイクが使えない状態になってますので、ちょっとこのままお待ちくださいね。どうするかな。自己紹介を地声でやるそうなので、皆さん聞き耳を立てて聞いてください。
Bye.
行われるんですけど、10月にもね、この糸島でね、そうそう、花火大会があるんですよね。あの10月5日6日に、はいはい、あの糸島市民祭りが開催されるんですけど、はい、5日にその花火が、打ち上げられます。はい、で他にも糸島の食材を使ったグルメグランプリとかステージイベントなどもね、たくさんあるので、この2日間絶対楽しいと思うので、ぜひ来てください。次の曲で最後になります。ありがとうございます。それでは聴いてください。皆さん、今日は楽しかったですか？まだまだ盛り上がっていきましょう。聴いてください、祭りの夜。
疲れたね、みんなね。風が強かったです。これからも私たちラビッツはいろいろなイベントに出演して女子も PR していきますので、今後とも応援よろしくお願いします。お願いします。本日はありがとうございました。ありがとうございました。バイバイ。バイバイ。はい、ありがとうございました。糸島 PR 対ラビッツの皆さんでした。今から